激レアさんを連れてきた。今回はクリーピーナッツ参戦のオープニングトークをノーカットでお届け。まずは若林研究員の最新フリースタイルラップから。さあ若林研究員、本日はゲストにあの大人気ヒップホップユニットのお二人が来てくださっているんですよ。はいはい、そうっすよね。テンション上がってるんじゃないですか。いや上がってるし、あとなんかちょっと緊張すんだよね、ラッパーの人って。俺なんでですか、なんで緊張するんですか。いやだから普段聞いてて、なんか俺の中ではもうそのなんだろう、あのもう神様みたいな存在だから、移動時間に聞いててなんかラッパーの人だけ緊張すんの。うん、この間品川駅でパン買ってたら般若さんに、どうも般若ですって言われて腰抜けそうになったから、ね、ってうわ般若さんじゃないですか初めてお会いして、いやずっと聞いてた人とか、そうじゃない、M ステとかやってたでしょ。びっくりしますよね。ね、本当にいるんだって思いますよね。そう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 、なんかそのこっちのストレスとかを救ってくれた人たちだから、俺も腰抜けそうになった品川駅で、そうだからちょっと緊張するとうまくいかないから、俺は、ちょっとどうかなって感じなんですよ今日は、はい、そう。でこの間このトークで若林さん、嫌なことがあった時に車を運転しながらラップを自分でやってらっしゃるっておっしゃってたじゃないですか。あれは今もされてるんですか。あ、してますね継続。あのディスるっていうかね、この間あの汐留から用賀までの入り時間が30分で入れっていうスケジュールだったから、はい、移動できるわけねって言いながら運転してました。ラップにしてるんですね。うん、そうですそうです、汐留からようができるわけねえだろうがとか言いながらあーすごい踏んでる、踏んでんのよ、すごい、ようが、ん、とろうが、うん、でそれをなんか助手席からあのマネージャーが動画撮ってたら本当にヤバい人の映像だったけど、うん、続けてらっしゃるんですね。ちょっと続けてるからね、ちょっとレコーディングしてこようかな、汐留からようが汐留から洋画っていう曲30分無理だろと思ってそういうのをこう発散させてるんですね。そう、 そうなんですよ、はい、はい、すいません続いてはクリーピーナッツのお二人の激レアエピソードをノーカットでお届け。さあそれでは本日の客員研究員さんをご紹介します。クリーピーナッツ R 指定さん、 DJ 松永さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあお二人とも激レアさん初登場です。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。何かこの番組、はい、印象とかありますか印象難しいですよ印象とか感想とか感想、一番最後の若林さんが大変そうだなっていうラベリングでしょ。ラベリングね、ラベリングがね大変ですよ。もやもやしたまま帰るときあるバッチ、なんか気持ちよく帰ったことあるんですか。気持ちよく帰るもう何回かだよ本当に。マジですか。ワンクールに何回か今のは決まったなと思ってね帰っていくけどね、よく見てくれてるね、そこを知ってくれてるところは。ありがたいです、うん、お二組の関係ってどんな感じで、若林さんから見てクリーピーナッツ、クリーピーナッツさんから見て若林さん、よくよく考えたらどっから飯とか食いに行くようになったのか思い出せないんだよな、そんな仲いいの。なんか変な感じだな、なんかここでここで会うとめっちゃ不思議めっちゃ不思議ですね。めっちゃ不思議何だったんだろうね。は多分最初ね、うん、足りない2人、俺らの一番最初のアルバムを出した少し後ぐらいですよね、数ヶ月後とかに。ヤンマちゃんとやってる足りない2人っていうそのユニットのラップの曲を それからね、なんて言うんだろう、そうオマージュしてちょっと曲を作ったんですよね、うんうん、それでなんかあのラップも好きだったから嬉しくて、うん、その あの飯食ったのが最初なんだよ、でその時はこんなにテレビ出る人たちになるとラップはすごかったから当然どんどんすごいことになると思ってたけど、はいはい、テレビにこんな出ると思うのが、そろそろ足引っ張ろうかなと思って
でテレ朝でイグジットと冠番組やってんだもんね。やってらっしゃいますもんね。イグナッツなんて始められたらなんかタイトルにオードリーの名前入るなんて何年かかったかこれ。本当っすね。本当っすね。ライブはすごくからね、私も見に行ってこの武道館。いや、こんなことになると思ってませんでした、うん、本当に、ね、初めてよろしくお願いします。ちなみに R指定さんはこれまでに何か珍しい体験されたことありますか？そうですね、うん、去年木村拓哉さんと LINE 交換しました。上り詰めてるなすごいでしょ、珍しいというか、なんかすごい、ね、それわけわからんというか、もうただのファンというか。そうでしょ、そうなんですよ。普通にテレビでずっと普通木村拓哉さんのドラマ見てて、はいはい、そういうのをなんか会うとも思ってないから、それこそなんかかっこいい行為とかキザなセリフとかを地元の友達とか松永さんの間で、お前木村すんなやみたいな感じで冗談で言ってたんですよ、はい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 、ねえ、わかるわかる、それは木村やろとか言ってたら、それを本人が聞いてたらしくて、でラジオにちょっとお呼び出しをね食らいまして、なんか木村って言ってるらしいじゃんみたいになって、あ、すいませんすいませんみたいになって、でもそこ僕らの活動も、うん、見てくださって、でいろいろね木村さんのラジオでおしゃべりさせていただいて、その会話の中でなんか、うん、松永が趣味がないみたいなこと言ってたから、うん、じゃあもう松永にはあれだな、うん、俺が映画の月に1本ぐらいおすすめするからさ、あとで LINE 交換してそれだなみたいな冗談で言ってたから、うん、まあ、多分番組の中だけかなと思ったら、収録終わった瞬間に、あ、映画教えるからほら LINE 交換しよう2人で、素敵、そう、LINE の QR コード机にボンって打って、おい、めちゃくちゃ木村やん、これ、ありがとうございます、これこれと思いながら、これぞ木村だけですよ。すごいな、すごい、それ LINE グループ作って俺も入れてくれよ。急にポンと、すごい上り詰めてんな。いやなんかしかも普通にね、すげえ日常的なこととか送ってくださるんですよ、普通に。なんか何送ってくるの？しかも去年の9月とかに交換して、うん、もうほんまにありがとうございますぐらいかなと思ってたら、うん、普通になんかポンってクリスマスの日にメリクリって一言来たり、そうなんですよ、かっこいい、かっこいい、一言一言ポンって来たりとか。スタンプとか使うんですか？スタンプ使うんですよ。何のスタンプ使ってんの？あれなんだ、あれ、あれなんつったらいいんだ、なんつったらいいんでしょう、なんか、その僕らがその、うん、木村って言ってちょっとなんか軽くまあね、はい、いじってたみたいなノリがあって、すいませんでしたみたいなことを言ったら、うん、いやもう全然そのまま呼んでくださいみたいなことを来て、なんか変な絵文字のなんか棒人間みたいなのが3人立って、それがパッとお辞儀して木村ですって出る謎のスタンプ。自分の名前のやつだ。そう、名前のやつ使ってるんだ。木村ペコリとか。そう、木村ペコリ使ってた。だって木村なことはめちゃくちゃ分かってるんだよ、こっちは。そう、知ってるんです。わざわざ使われなくてもね、めちゃくちゃ知ってるのに、すごい激レア情報ですね。激レア情報だよ、キムタクさんと友達なんて LINE 交換して、ね、スタンプ使ってるっていう情報も。そ、今度ライブするとき関係者席隣にしてよ、キムタク。俺この間 DJ コーの隣だったんだよ。なんてことしてんねん。いいじゃない。すいません。DJ コード一番挟ませます。いいじゃん。すいませんでした。すいません。本当すいません。別にいいで距離。すいません。どこ向いてるか分かんないね。サングラスしてる。すいません。でもすごい情報ありがとうございます。すごいね。ちなみに松永さんはありますか？激レアな体験。そうですね。俺一昨年に DJ の世界大会で優勝させていただいたんですけど、その優勝した瞬間に、あ、今年のチャンピオンは。DJ 中村って言われましたね。名前間違えられると思う。せっかく優勝した。あの映像すごいよな。すごいっすよね。かわいそう。自信満々だもんな、 MC の人。DJ 中村。スーパーマシーチャンピオン DJ 中村。松永。1回戦から順当に松永って呼ばれ続けてきて、でなんか合間とかその司会の人がロンドンの地元でやってるビートボクサーの人で、めっちゃ陽気な人で、あ、松永これ俺のビートボクスのステッカーだから貼ってくれとか、ジャパンに持って帰れみたいな感じですげえ話しかけてくれて、超気さくなやつで、結構な距離も深まったと思ったら一番最後に中村って言うから怖っと思って。だからもっと喜びたいけど、うん、いいんだよねみたいな感じだったよね。その時の松永が自分のなんかエントリー番号2かなんかで、だから1のやつと2の松永が戦って2が優勝ってことで、なんか松永って言われた瞬間
間にこう札を見て自分が優勝って分かってたから、こうバーって俺だってやろうとしたらしいんですけど、こうなんか中村って言われてこの手下げられへんよ。そうだよ、なんか一瞬考えちゃうよね。いいんだよね、この状態の写真が残ってる。第三者が勝ったと思って俺じゃないの俺じゃないってあれってなりますね。すごいね、すごい激レア。それは、まあ、ある意味持ってるよね。確かに持ってますね。 ありがとうございます。